はいどうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ホスホス大好きなホスですね。トーントーンしっかり乗っていきたいと思います。これなかなかね、まだちょっとマップのトーントーンの位置、あれが固定なのかどうかもちょっとまだ分かってないからな。いる場所トントンを探しつつフロントランナーでポイントを稼ぎつつといった感じでやっていきたいと思います。まずは積極的にミサイルランチャーを取りに行きたいですね。ただこの最初に到達した位置からは目標の AT-AT までかなり距離があるんで、そこが難しいとこですよね。こう持って前に進んでも落としてしまう。さらにここで拾ってまだ 120m から 140m くらいあるんで、距離がちょっとここで無理して撃たないで索敵をしつつ、あんま味方来てないな。これ前運んでいくと怒られそうだよな。もうちょっと待ちたいな。どうなんだろう、来てるかな。敵の場所もわからんな。あんまり味方上がってきてくれたか。そうそう拾おうか。いるじゃんもうひどい、全然見てない。そう、この一発目を突貫して撃つべきなのか、来るまで若干こう防衛ラインを保ちつつ味方と連携するべきなのか難しいところですね。かといって敵も突っ込んでは来てるだろうから、あやられてるね。これどっちか撃ちたいな。いや結構あれか、右の対岸抑えられててきつい感じか。朝のエイムが荒ぶってますよ。また朝のエイムが荒ぶりすぎだろ。くそ2位残るって。いやー早朝いつも通りですね。朝起きるとおじいちゃんのようなエイムが、えどういうこと、くそ切る足になった。お味方ロケット弾命中、せめて撃つか。これ OAPP から丸見えっぽいなこの位置。よしちょっと撃ってポイント稼いだんで、ここは再びラインを上げてキャノンを、意外とね敵がこうラインを上げてきて前線がくちゃっとなった時にそーっと後ろから私のこうしれっとやるパターンのやつが意外とこう操作パターンもございますので、出てきて、バレとるバレとる、ひろひろひろ、いいよ。ついて何にロックオンされとる。うん、てか目の前にあるじゃんタレット。ちょこれはひどいっすね。ダメなのか、まだ寝てんのか。朝収録右側ね、あんま右側こう積極的にライン、あトントンがいる。トントン遅れ、あソロに味方撃てる、いて、あトントン乗られちゃったな。いるなやっぱり、右からストライクに来るな。ない、さらにもう一丁拾えんか、厳しいか。いやいけるな、味方頼んだ。スナイパーがちょっと似てるのうっとしいな。大丈夫だと思うからいいよ、撃っちゃっていいよ。どんどんどこ持ってっちゃったんだろうな味方。来るな、グレ投げるか。ウォーカーに命中、なかなかいい判断。しまった、後ろのやつか。
そう、俺がくるくる相手の旋回をついていかないくらいのスピードで回るという高度な戦術だったんだけどな。うわ、オービタルストライクか。ちょっとこの位置まずいな。いろんな弾が私に向かって飛んできている気がします。痛い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 。マジ、イオンタレット自重して。うーわくそー、あった。そろそろあれか、俺もイオンタレットを置こう。そんなに一番最初のフェーズは結構ね、前にラインを上げないとキャノンが取れない状況だけど、だいぶ何段階もこう進んでくると意外とね、近くにキャノンが落ちるようになるんで。あー、なんかすげえ目が合ってる気がする。ごめんね、ホキスターとも一瞬目が合っちゃったからさ。あれはどこにあるんだっけ。キャノンはそっちか。いや、トントンが暴れとるな。あ、あるじゃん。ちょっとまだ遠いからロックが遅いな。よっと、なるべくね、これしっかり稼いでいきたいですね。いいよ、ポイントいい感じで稼いでるよ。多分この位置も撃てねえんじゃねえかな。来てるな。うわ、何を撃った。インフィルトレーションか。なんか手光ってたな。レイヤーはもう出てると。ちょっと早めにヒーロー使っちゃうかな。この状況であんま策的意味はなそうだけど、近くにいるはず。 ATST だけには気をつけようね。あ、そっか、入り口のところはトントンあるからな。トントンあれしてもよかったな。ガタキャノンを拾ってほしいな。ちょっともうちょっと作敵裏取りしてきてるやつとか見るから、なんか突っ込んできてるよな。突っ込んできてるな。ちょっと行った方がいいな。逃がさん。オービタルね、オービタルは注意したいな。痛いな、やっぱり。一瞬ね、判断遅れると大量に体力持ってかれるからね、オービタルストライク。レイヤ姉さん、いつものやつよろしくでーす。私はまだ慣れてないんだけど。逃げるのよ。なんて当たんないの、これ。あー、やばい。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ステップ、危ない。シュシュシュ、めっちゃ追われてるけど。危ない。逃げろ。体力めっちゃ減った。いやいや、巧みでしたね、オフィサー軍団。まだ敵は来んから。そう、レイもちょっとね、あの不甲斐なさを反省してスカベンジャーまで交代しました。また修行し直しということで、早くジェダイトレーニングまで行きたいですね。危ない。毒ガス、ボスクか。真ん中ボスクだな。真ん中は薄めに守ってる感じだね。ボスク相手に一人で、あ、やられてるな。あ、これやばいやつ、これやばいやつね、これやばいやつだよね。やばい。いや、フラッシュか。フラッシュ食らったときは一体どうしたらあれなんだろうな。うまいこと逃げれるのかな。その場でやっぱガードしてた方がいいのかな。なんかフラッシュしてガードしちゃうと
なんか一定時間動けないみたいな感じになっちゃって、逆に苦しいっていうイメージがあるんだけど、どうなんだろうな。みんなフラッシュ、ヒーロー食らっててじゃない、ヒーローやってて、フラッシュ使った時は、食らった時はみんなどうしてますかね。もう一枚いるのか、ちょっとまずいっすね。一気に畳み込まれちゃってるな。ちょっと安易に死にすぎたかな、レイ。東ハンガーを奪い返すと考えよ、急げ。オーケーオーケー、まだ諦めるよ。ああ、リューク死んじゃったな。まだ諦めるような時間じゃないはず。吹き込まれてんな。やっぱ後ろからついてきてるやついた。え、後ろからついてきてるやつじゃないの今。ちょっとここで相手の地形減らさないと。最後ね、相手も物理作戦を取れるほどまずいな。いや、一気に行かれてんな。どうだ、君は借りたまえ。クソ、一体しか取れんかった。モバイルセントリーとは渋いな。これやばいパターンですね。味方あんま稼げて、あ、しまった。いや、死んじゃダメだったのか。なんだ、一番稼いでる時に安易なプレイはまずいな。やばい、ちゃんとあれすればよかった、見とけばよかったな。多少大丈夫かなって感じが、結構稼げてるだろうっていう勝手なイメージが。俺たちには世代に負けない勇気がある。さっさと壊しといてみたいな。アイデア、アイデアでパズマか。パズマきちんと打っときゃいい。これにちょっとあれ置いて、あ、これパズマ行った方がいいな。くそー、パズマ取れんか。意外と早いこと回復したな。結構ね、ギリギリまで減ってる感じしたんだけど、まあ、スキル使ってるときは硬くなるからな、ファズマ。ちょっとファズマにキルされてれば相手の、あー、レイヤ死んでる。これはライン上げやすい右が来るでしょう。一番端っこにファズマじゃないのかな。ファズマだよな、あの後段。行こう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 、ファズマ狩りだ。おえおえ、うわー、マジか。グレ投げる暇がなかった。やっぱあれだよな、エピックだよな、硬いもん。防御力が高いんだよな。やっぱ燃料パイプか。ファズマ1枚のだから 2-2 で分かれてるはずだから、これしっかり取りに行きたいな、なるべくな。的は、あー、レイ戻ってきちゃったってことは結構やばいんだな。あ、やばくねえじゃん。これさ、ガンガン行くよね。爆弾よ、燃料補給施設に爆弾を確認。後ろから来るとびっくりするだろう。あ、びっくりさせようと思ったら俺がびっくりした。マジか、全然見てなかった。燃料ステーションの方、ファズマ姉さんと、ファズマ姉さんって誰なんだろうな。ただちょっと守りきつそうだね。しれっと解除するパターンどうよ。はい、解除完了。爆発して、いい
今のあれ良かったな、アサルトが注意引いてくれてる間にシレット解除するパターンね。これでもいい、少しずつね時間をかけさせてさえいけば、もう明日神々、時間をかけさせてさえいれば、うん、ゆっくり言っても神々だね。時間をそうかけさせてさえいればチャンスはあるんですよ。あそこどうせまだファズマとパルパティンが守ってる感じでしょ。まずこれ行きたいな、なんとか上から行くか。このシレット解除パターン、はい解除、いいよ。これで少しずつ少しずつね、このうまくいかないっていう感じでこうイラつかせていく、こうジレさせていけば。ダメだ、もう下が全然回んない。やっぱ朝な、ちょっとあれかボイストレーニングとかしてからスタートした方がいいか、発声練習を。下回んねえな、グレネードを使う。さすがに置かれてるね。おお、マジか、強化サーマルデトネーターなんて飛んできてた、マジだ、失敗した。同じルートを2度連続で使ってはいけない、教訓になりましたね。払った代償がでかすぎる。よし、もうちょっとだね、また少し。いや、あのパーズマやっぱエピックになるとパーズマも硬いな、やばい、さすがに硬いね。カイロレンがいるのか、ナイス解除。これなんか置くところで狙う感じで、この内側に置いとくっていうのはどう、置けないの、置けない。カイロレン、パルパティが死んだ、ヨーダいたよね、ヨーダ助けたいな、ヨーダ接敵してないか。ヨーダ逃げるんだ、ヨーダ、ヨーダ、あれがいるな、ボバがいるな。いや、きついきついきつい、わしを無力と思ったか、ダメ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 、ヨーダいいよ、ヨーダいい、引き際がいい感じに。いや、無理しなくても大丈夫だと思う、どうせボバヘッドスキル回復しない限りは突っ込んでは来ないはずだから。アンディッシュ、ナイス。朝のエイムがひどいぞ。いや、デストルーパーに行くのか、なら僕も手伝います。くそ、ごめんよヨーダ、いや、だいぶあれだね、この第2フェーズがボコボコにされた割には綺麗に人数減らしてきましたね。いや、ヨーダ生きてるかな、ログ見ておくの忘れちゃった。あ、レイ、なんかここでレイにあの2度目のような気がする。レイ回復させて、いって、パルパティンか、裏にパルパティンいるぞ、レイ気をつけて、一応目つぶしかけた、エスカレーションストライク、まだまだ終わりじゃない、やめろ、クソ、直当てか。ヨーダの魂を私が継ごう。どうする、これ同時多発的に置かれるのが一番まずいよな、解除しに行くべきかもう一方を守るべきか、すごく迷うところだな。燃料パイプ、いや、これ同時多発的に置かれない方、あ、解除してる、味方すごい。ただヨーダがあんまり活躍する場面はなーい。まあまあ味方が優秀だったんでよしってことにしましょう。ダメだ、神々だな、神々だな。いやー、朝収録口が回りません。いや、よかった、中盤、いや、なんかすごいヨーダを使って頑張りましたみたいな、シャキーンみたいなポーズ取ってるけど、ヨーダでは1キルも取ってないしね。まあそもそも中盤に出したレイもほとんど活躍はしとらん。
まあ、当然歩いてただけのヨーダに経験値はくれませんね。いやいや、なかなかこうしれっと爆弾を解除するこの作戦良かったんじゃないでしょうか。ただ教訓としてみんなも同じルートは二度連続で使ってはいけない。以上です。ご視聴ありがとうございました。これの質問コーナーです。ヒーローを使っている時にフラッシュグレネードを食らったら皆さんどう対処してますか。コメント欄の方にコメントいただけると非常に嬉しいです。それではまた見てねー。